よし、もう一回オープニングから。はい、どうもこんにちは、じいちゃんはんです。はい、こんにちは、むいです。疲れたこれ今回やってきたのが有名な心霊スポットらしいですよ。うん、有名だな、テレビでもやってたでな。2回目だろ違う違う、こっちじゃない、あっちだよ。さっき言ったトンネルの方行くのよ。何トンネルって？今東尋坊に来ています。東尋坊の隅っこにおしまという、おすの島と書いておしまと読む島があります。いっぱい登っとるよ今。ほら光がいっぱい見えるな。あれ何あの光？あれなんで、あそこの祠かなんかあったん、家かなんか。はーん、あの辺りじゃん。何してはるのあの人たち、ね、肝試しでもやってんじゃねえすか。まあそれはさておいて、うん、そっちのトンネルに用がありまして、うん、お島トンネル、まあまあこの島の名前をもらったトンネルなんですけれども、おし、もうおしまいトンネルや。キャーでも評価っていうか、そのネット記事はそんぐらいやばいって、うん、この心霊スポットの何が怖いって、トンネルの中にある観音像です。トンネルの真ん中ら辺に横穴があります。その横穴を進むと観音像があります。かなりの威圧感が。この場所に、これ何でしゃったんやバラって。それ観音様じゃなくてヤクザ。この場所にまつわる噂もこの観音像が関係しており、観音像の前を通り過ぎた時に目が赤く光っていたら必ず事故に遭うと言われています。地蔵って目で光るの？え、天狗神社と似たようなこと。天狗神社やん、それさ。悪いことあるときは大体目が光る。どうせお前なんかあれやろ、んそれショッカーやろ、ショッカーの目が、怪人の目、大将さんやろ。でこの、観音像の目が光ったら必ず事故に遭うと言われています。で、どう、黒く光ってる俺の目。白目でないことは確か。で、実際に目が赤くなったら、まあとても困るわけじゃないですか。別に困らんけど。帰りに事故に遭うって言ってんのに。事故に遭うのは眠たくなっとるかもしれないんだけど。まあね、現在もう24時に回りましたよ。午前4時に起きてますから。もう20時間は起きてることになるのか。はい、タフね。で、うん、その、目が赤くなって光ってたら必ず事故に遭うと言われています、うん、その時運転手を他の人と交換すれば、あれ交代すれば回避できるという噂まであります。無免許。そう、俺運転免許証ないから、買われないのよ。だから間違いなく事故に遭わないでねっていうことだけはお願いしたい。記事に書いてある回避方法が使えないから自力で頑張ってねって。それと、そしてもう一つの噂が、観音像の横に女性の霊が立っているという噂があります。なんか付け加えたような。また噂か。もう噂いいわ、俺。まあ、ともかくね、その YouTube でもだいぶ有名な心霊スポットらしいので、一回行ってみたいなと。行きましょう。行きましょう。よし。全部急げ。早く帰ろう。よいしょ。思った以上に短いトンネルだなっていうのが正直な感想なんだけど。結構、何島やったっけ？お島？お島、はい。結構人登るね。こうやって見る。何も見えません、真っ暗です。これが、皆さんの島？お島トンネル。ほんとシャッターの遅いんだ。その音か。気になったことを撮ってやります。やって誰かの声を。トンネル自体は50メートルもないだから、あ、反響して声が聞きづらいやつや。なんだろう、明るいし、そう
ていうより怖くない。ね、たここ。おしまトンネル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 じゃない。隣に観音像があって、反対側は何？なんもね。なんかすげえな。ああ、これか。うわぁ。これはダメだよ。悪いものあります？警戒したんだね。観音像、はい。失礼します。こんにちは。目が光るっていうよりも目つぶってんだよ。そう、今俺も見てびっくりした。目閉じとるやないかって。ここが有名な、その。目しっかり閉じてらっしゃるんだよな。光るって何？目開眼してそれ光るの？それ怖いわ。うわ、写真撮っただけでもうダメだ。ゾクッとして反応してる。何か良くないものが？後ろだな。ライト強く照らします？うん。やった。そんなことない感じだ。見てるでござるぞ。見てるでござるぞ。それは畜生。だからこれのついでにおしまい行きましょうっていうプランで、ここ自体そんな長いトンネルとは 思ってなかったのであれなんですけど、いかがです？何か、あの要は観音像がの隣に女性の霊が立ってるだとか何かありましたけれども、うん、立ってないよ。立ってないよ。少なくとも今日は不在か。ここ本当に有名なの？はい、だいぶ有名な心霊スポットで。あ、そうなんですか。観音像も雰囲気あるねみたいな下りになってましたけど、違うのですか？観音像？観音像のとこに何か、何の解説？なんか解説っていうか、なんか説聞きちゃうよ。え、あの要はなんか悪い子いますか？悪い例だったり、そういうなんか事故に遭うみたいな、そんな風には思えない像なんだけどな。とても心穏やかな像なんだけどな。あれ？え？じゃあ本当にさっき言ってた、あの疲れてるから事故ったとか、そういうあれじゃねえすか。これ踏み入っていっちゃいけない、後ろまで行った人とか、おうおうおう、入っちゃいけねえ、お賽銭の後ろまで行った人ぐらいじゃねえの、お悪さでされた。ああ、そういう罰当たりなやつはちゃんと罰受けるぐらいには。そう。どうします？探索と2人分、1人分。10円玉じゃない？そうだよ、2人分。お賽銭入れてきたってよ。カメラどうするの？一緒に持ってっていいの？一緒に持ってって。
しょ、観音様。一礼して。超いい。何でビビってんの。違う、あのお賽銭のところまでは普通に歩いてていいんだよね、別に。目が赤く光るね。失礼します。手を観音様が見てござるぞ。こういうことやってるからバチ当たりに見えるんだよな、多分 YouTuber は。危険だぞ、お賽銭箱に刃物が仕込んである、怖っ。かっちゃんが消えた。これ気になるのか、何なの。トンネルの向こう側、お島とは反対側やね。よびし、どいて。はい。なんかこっちの方が気になるな。眩しいな、俺の後ろ。普通に危ないとこだな、ここね。みたいだね。心霊より普通に怖いんだよな。誰か亡くなってる人いる？お島のその関係者では？お島から流れてきた関係者では違うの？でもなぁ、久々に緑のオーブが、あら、気になったとこ取ったらオーブが取れたで。気になったとこに壁を映すよりかもしやろう。おかしいなぁ、気配ってしたなぁ。さあ、島トンネルか、うん、今なんか黒いの飛んだ？黒いの飛んだ？ごめんね、画面見てたやろ。画面見てたから何も気づいてない。気づけよ。なんか飛んでたような気がしたんだけどな。まあいいや。決して悪い子ではない。な、事故を起こらせるのに相当悪いことしたでやろう。ああ、そもそもの天罰。いや、しましたか。ついてき。今、あそこに電気が。はい、トンネルの中の方。トンネルの中の。はい。あれの、ちょっと後ろに。女性の霊が。ちょっと、ここ見える。肩が見える。おお。自殺かなんかで、なったことある。それは古い人？つい最近？いや、古くないぞ。5、6年。超最近じゃねえか。6年は経ってる。6年は経ってる。
んは2000年代とかそんな全然最近の子ってことですよね。わかんねえ。今消えたね。消えましたか。じゃあオーブは海のとことね、さっきの仮面とかやな。多分あの緑のオーブがその噂の女性だろうな。なるほど。今するんだ。じゃあちゃんとその女性の霊が見えたっていう謎のコメント、呼び寄せるだけやんで、どんな霊が近くにおるか、ただそれだけじゃん。確かに。あなたのスキルの幅がでかい。スキルが反響、スキルっていうか、別にただどんな人か見たいじゃん、気になる、まあ、一種の好奇心、うんうんうん、好奇心的なものでしょうね。うん、おすぐそばまで。だけどそんなにめちゃくちゃ有名な割にはそんな地蔵さん悪くないですよ。心霊スポットとしては、はい、大したことないって思うんでしょうか。あの最初記事調べたときに、うん、あの大島の方はだいぶやばいって、あの前回大島はやっぱしテレビに出るぐらいすごいんだろうね。やっぱそこから流れてきたものかなと思ったけど、そうではないんですよ。流れてないです。流れません。完全にその別のなんか理由でいらっしゃる。そうですね。あんなところになぜ地蔵が立ってるかは分からない。確かに。トンネルとともにできたものではない、新しいもの。ああ、うん。っていうことは何かしらやっぱりあるんだな、その地蔵ができるだけの理由が。うん、海を守るあれじゃないの。だからまあ、わわ騒ぐ、騒ぎ立てるほどの。騒がないでください、うん。そんなに大した心霊スポットでもありません。近所迷惑です、騒がれる。それはある、うん、あそこのトンネル行くよりかおじじま行った方がいいんじゃない。逆に言えばスリルもあるし、まあ確かに、うん、肝試しとスリルを感じるのは向こうの方がいいんじゃない。やっぱし噂って怖えな。まあ、あのこの間散々振り回されましたからね、という噂があるっていうのに。そっか、でもなんか行った時は正直さぞやばい心霊スポットなんだろうなって思ってたけど、いやだって有名になるってそれだけの理由があるわけじゃないですか、やっぱ。いや違う、トンネル曰く観音像があるって言ったらもう有名なんだろう。ああなんかそうねえぞ、そういうトンネル怖がる理由が作りやすいから。そうそうそう、向こう出た時の方が怖かった、嫌だったけど、トンネルの外の方が、うん、え、あのオーブの数っていうか、そう幽霊さんの数自体は多いんですか。いや少ない、トンネルの外も、うん。これは困った、少ない、面白くなかった、なんかもっと怖いトンネルかな、うん、正直そう思っていた。マジでしょ。